ね、今日ね、なんか電話して配信中に電話していいって連絡来て、そう、配信携帯使ってるからできないって言ったら、あ、じゃあコメントするって言われたんだけど、なんでって聞いたの、でも教えてくれなくて、だから気になる。今日楽しいことあったの、今日はいつもと同じ一日でしたテンション上げる、なんかまったりまったりすぎて最近まったり多めだったので、テンションを上げようと思って、だからこんばんはのびっくりマークもいつも良くしたんですこんばんは、こんばんはそういう日、そうやっぱテロップ見てさ、あ、ちょっとこの子テンション高そうだなと思って、来てくれる方いるかなと思って初めて見に来ました、ありがとうございます、古田葵です。あ、サラ来た、サラちゃん、なんですか、なんで今日は来たんですかサラタン、あの、何、なんか早く言って、気になるからなに気になる、サラちゃんおサラん、めっちゃ気になるんだけど、握手会の振り返り弁ありますね、本物ですよ、これ本物、本物ありますね、ありますね、早く行って、早く、気になるから早く行って、気になるから早く行って、早くその時にちっちゃいもんクラブのみんなで、で、で、ちっちゃいもんクラブのみんなで、何、分かる、分かってる分かる分かる分かる、何、青にかかってるの、え、台本ないよ、あのコメントするねって言われただけなんだけど、お洋服を交換企画をしたいなって思ってるんです、おお、いいんじゃないなんでもっと反応したらいいのか、あおちゃんだけなんです、許可取れてないの、あ、なるほどでも青の服着たい人います、いるかな、でもそうだよね、青が最後なんだよね、ちょっと青にかかってるってこと、え、全然しましょうよ6人でえ、しよう、青の服でよかったらえ、いいよ、じゃあしよう、じゃあしましょう、いつする、まあ、いつするのがまだ6人で話すかちょっといつするか話す、じゃあ6人でえ、絶対さ青の服着たい子いないでしょ、ありがとう、どういたしまして、楽しみだね、焦りすぎて大丈夫、その絵文字ハマってるの いいよ、しましょう、したい、
いいね。使っていいよだって。ありがとう。でもちょっと話してたりしてたんだよね。できたらいいなみたいな結構前に。しようしよう。オッケー、ありがとう、連絡しに来てくれて。バラありがとうございます。バラありがとう。なんかよきよき、なんかよきよきです。誰が誰の服、しかもさ、ちっちゃいもんさ、ほんとに綺麗にあの服の系統とかあの分かれてるじゃないですか。なんか面白そう。面白そうだな。楽しみにしてて、みんな振り返りもぜひお越しくださいませ。クレヨンしんちゃんパジャマ、それサラの、それサラの、これはクレヨンしんちゃんサラのパジャマじゃん。それあおちゃんの癖の強い、癖の強いパーカーね。もうさ、あれさ、小学校5年生ぐらいの時に買ってさ、もうだいぶ色あせてきちゃってさ、もう今年の出番はないかなって感じ。お空にあおちゃんね、あおスカートよく履くけど、さらスカート全然履かないから、もしサラが青の服着ることになったらスカート履かせる。なんだろう、あのズボンよりスカートの方が全然多い。今買ってもついてこないと、ついてこないと思います。あれなんかお話し会前の振り返り分だから、そうなんです。だからシャーベットピンクもあったらいいなって思う。あおちゃんの服見るため。でも絶対あおが着たことあるの。あ、みんなに 着させる。さらちゃんキッズ、キッズ子供サイズ着せよっかな。あおが、あおが、あおが中学2年生くらいの時に着てた服とか。え、リンゴパジャマ今着てる。クリスマスカードとか、全然、ぜひぜひお待ちしてます。ミキハウスじゃないよ。おさらが青の襟付きの、襟付きの服いっぱいあるからね。全然、でも襟付きの服は割と最近の服が多いから、なんかそのそう、なんか1年前にみんなが着てた服とか面白そう。なんなら一番最、あ、でも一番最初に着てた、一番最初の握手に、握手の時に着てた服はもうないんですよ。なんかどっか行っちゃって捨てちゃったわけな、覚えてないけど。そう、なんで赤ちゃん本舗じゃない、なんでそういうこと言うんですか。赤ちゃん本舗は、でも赤ちゃん本舗子供服あるんですよ。140くらいの時は、40センチの服着てた時は赤ちゃん本舗着てたけど、小学校3年生とか。あ、いや、西松屋だ、赤ちゃん本舗じゃない、西松屋は小3くらいまで着てた。たまに。でも今はもう
子供服着てないです。子供サイズは着てない、全然。赤ちゃん本舗じゃない西松屋、西松屋。そうでもね、青はザラキッズの服がすっごい好きでね、今はもう着てないって決めたんだけど、ザラキッズは本当にあの可愛いんです。ザラキッズ、青はザラかギャップか、ザラキッズかギャップキッズでよく服買ってました。ブロッコリー、え、青もさ、ブロッコリー柄のパジャマ調べたんだよね。そう、着てた。でも今は着てないです。一面ブロッコリープリントのキャップ、すごい。え、なんかね、青ね、ちっちゃいもの LINE の通知がすごいんだけど、あのそのブロッコリーのパジャマが欲しいと思って自分で調べてたら、すごいいろんなブロッコリーグッズ出てきて、なんかブロッコリーグッズ集めようって思った。だからなんか買う。なんかね、ブロッコリーのねヘアゴムがあってね、あとイヤリングとかもあるんだよ。すごくない？あとなんかブロッコリーなんかもブロッコリーの、そう、一面ブロッコリーのなんか T シャツとかすっごいの、なんかすごいやっぱあるんだなと思って。え、なかなかさ、なんかブロッコリーってさマイナーじゃないですか。あんまりなんかメジャーじゃないよね。そう、あ、今日ブロッコリー食べました。今日ブロッコリー食べました、さっき。ブロッコリーの枕、もうなんか何でもありそう。カリフラワーはあんまないイメージ。メゾピアノ、あ、メゾピアノ着てたよ。メゾピアノ、なんなら今年も着てた。夏にブロッコリーじゃない、メゾピアノ着てました。今日ブロッコリー買ったよ。おお、ブロッコリー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 栄養価高いからおすすめですよ。お昼に食べた？美味しいよね。朝配信ね、全然全然。寝れたかい、よく。そう、メゾピアノ着てて、あとね、ラブトキシック、ラブトキっていうなんかブランドがあるんですけど、小中学生が着る、それのアウタージャケットをずっと着てて、中2から着てて、でもさすがに今年はやめようと思って、高校生になったからと思って、でもあれあったかいから好きなんだよねと思いながら、そう、あと何、なんかそういうなんかポンポネットとかラブトキとかメゾピアノとか、そういう小中学生のブランドとかよく着てました。なんか機能性がいいんです。機能性がすごい良くて、でももう着ない。そう、
どうしてブロッコリーにハマったの？なんかどうしてブロッコリーにハマったか、なんか野菜があんまり食べれなくて、もともとでもブロッコリーだけ食べれて、ブロッコリーだけ食べてたら好きになりました。気のせい重視。葵ちゃん的にちょっと背伸びしたブランド、ちょっと背伸びしたブランド、なんだろうな、なんだろう、なんだろうな、わかんない、なんだろう、わかんない、ハニーシナモン可愛いけどまだ一着も持ってない。最近は、最近よく買う服はナイスクラップかオリーブドオリーブのどっちかでよく買ってますかな。A ちゃん、A ちゃんでもね、可愛いのあるよね。ザラ、ザラも好き、ザラも好きです。ザラはもうちっちゃい頃から好き。サマサタバサは、サマサタバサはカバン持ってるけど服持ってない。トリートを癒せる、あ、可愛いよね。でも一着も持ってないの。めちゃめちゃ可愛いよね、あのブランド。可愛い。あと安定にミルクフェードはよく着てます。あとそう、ラブラ行ったら割とねお洋服買えるよあと何着てるかな。でもトリートヨセルめっちゃ可愛いの。なんだろう、でもナイスクラップかオリーブドオリーブが一番多いけど、でも最近なんかちょっとだけ違うブランドの服とか探してます。服見るのが好きで。最近ありがとうございます。ラブラ、ラブラっていう新潟にある NGT 劇場が入ってるお店な、建物なんですけど、はい、そこの洋服屋さんいっぱいある、そこにシークレットハニーはね一個も持ってない、あ、持ってったかな、あ、持ってる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 けどあんまり好きないです。なんかアンクルージュとかも、アンクルージュとかも最近あんま見ないかな。昔よく見てたけど。女子力めっちゃ上がってて驚いてる、嬉しいお洋服見るの好きで最近見てる。特におしゃべり会の振り替え、お話し会の振り替えが決まってから、あの見てます、めちゃめちゃ何着ようかなってあーラーメンみなみね、あのねママとねババとねジジがねラーメンみなみ行ったことあって、美味しいって言った、あ、行ったことなかったんだけど。オリーブでオリーブ、そう好きなの、そんな高くもないしまだ学生だから。トリート痩せる、かわいいよね、わかる、かわいい。麻婆麺、麻婆麺食べてみたい。でもそこもなくなっちゃった。ラーメン全然食べてない。服選び時間かける方割と油断する、若そうなの。でもなんか1ヶ月にいくらまでってちゃんと決めるようにしてるんだけど、絶対ちょっとは上回っちゃう。でも毎月買うわけじゃないけど、
やっぱりおしゃべり会とかあると増える。明日はバスケ応援しに行くの。アルビさんの公式 LINE ライブ、公式の LINE ライブのにちょっとだけ出させていただきます。でも会場には行けないんですけど、新潟から。はい、マルキューとか言ってたの。109行ってたけど、109で買うことあんまなかったかな。割と通販見がち。ちっちゃまクラブ、ありがとうございます。ありがとうございます。サイズ感難しかったりしない？うん、大丈夫。 S か M、 なんか大きく着たいときは M とか L とか買ってるけど、普通のときは S 買ってます。明日は夜配信なし。後でまた話すんですけど、明日夜配信はして、朝配信ができないんですそう、また後で言いますね。近所の、そうなんだ、すごい、なんかつながってますね丸い言ってたでしょ、丸いよく言ってた、ママと、ママと丸い言ってました。だから丸いの看板とか東京行ってみると懐かしくなる。S サイズでも全然大丈夫。スカートとかはね、 S サイズよく買うそう、また朝早い系だから早起き頑張ります。デパートの丸い、配信、他の子の配信見ちゃったり、内緒短くしたいのかな。なんかロングスカートとかだったら丈長くなっちゃうから当たる、言ってなかった、全然言ってなかった。そう、初見ありがとうございます。あ、さっきも言ったかもそう、丸いおいおいって書いて丸いって読みます。寝坊しないでね。それな、今日も早く寝る。体調大丈夫かな。全然大丈夫です全然大丈夫です。なんなら忙しい、朝早いの多いから早く寝ようと思って、逆に早く寝て。渋谷のザラ、うん、渋谷のザラは行ってなかった。どこのザラ行ってたっけ、なんかいろいろ行ってた。服買いに行った時とか絶対にザラ見てました。朝お布団から出られますか。それさ、最近青の中で問題視されてること。最近寒くてお風呂じゃないお布団からなかなか寝られない問題。朝寒いのよ本当に。服は他の子と買いに行ったりはしないの？しないかな。自分で選んで選ぶか、ママと一緒に買いに行った時はママと買うか、2つかなですねそう、早起き頑張ろう。世界的問題、本当にそれあられね、なんか昼間降ってた気がする。昼間外出てなんか分かんないけど、そう
もっとわかる、なんかさこの時期になるとさ、もっと冬になったらどうなるんだろうと思ってさ。もう布団ごと移動したいよね。布団ごと移動できたらいいよね。布団、羽毛布団、羽毛布団試着ね。でも大体最近通販にしちゃう。どうしろ、柴田そんな寒いの今。ニーヤンと買い物行かないの。行くとき行きます。でも最近全然会ってないから行けてないけど、青が東京帰ったときにニーヤンとタイミングがあったりしたらお出かけしたりしてます。布団を羽織るか。でも布団だけちょっと布団、青真冬になると布団持って家の中歩くちょっとだけ寒くて。そう、冬を越せる自信がないです。それは毎年だよね。あーもそう、一人でも買い物できるけど、一人でご飯食べ行くことは一回もない。寂しいから羽毛布団です。布団大好き、布団も大好き。猫、あーいいね、猫ちゃんかわいい。家が好きなほちゃんらしいよ。それ本当に家好き。多分2日休みやったら2日とも家出なかったりとか時ある。全然大丈夫。なんか天気悪かった、天気悪い日は特に平日でも家出る気全然なくなっちゃうでも出なきゃいけないから出るけど、こたつ出してない。あ、でもね、もうちょっとメールでも送ったんだけど、今年はもうギリギリまで暖房つけない宣言します。すごい、もう11月にして顔が乾燥してきたから、あんまり暖房つけるともっと乾燥しちゃうよって言われたから、つけない、ギリギリまでつけない宣言そう。でもね、あれはつけてるよ、ホットカーペットはつけてる。だからね、床あったかい。でもこたつはつけるよ、こたつと床はつける。風は来させないだからもう着る。あー加湿器ね、パパに買ってもらおうかな加湿器。またちゃんと靴下を履く。逆に風邪ひきやすいかな、いっぱい服着る。あ、でもあれはありますよ、スチーマーは家にある。スチーマーなんかわかんないけど、いつからだっけ、なんか NGT 入る前からスチーマーだけなんか持ってた。だから全然使ってなかったけど、最近ちゃんと美意識が上がって使うようになった こんばんは。
識高め高め。こんばんは。家の中、家なのそこまではしないけど、もこもこのあのもこもこは来ます。そう、意識高め女子。終わりません。うい、頑張って。今日はじゃあ休憩して、ちょっと洗濯物乾きづらくなるね。そうね、洗濯物ね。あ、今すっごい一個だけ口内炎できてるんです。分厚い靴下もあり、あり。あー、そうだよね、パスワードの量が多いからね。最近手カサカサで泣いてます。ハンドクリーム、ハンドクリーム。え、違うんだよ、口内炎治ったんだけどね。違う、今回の口内炎は違うの。今回の口内炎はビタミン不足じゃない。青が口の中噛んだことによってできた口内炎であって、そうだから痛い、口の中噛んじゃった。そうだから、そう、ご飯食べるのめっちゃ痛いの。だからもういつもに増して気合い満々にしてビタミン C のサプリ飲んでる。お話し会まとめて、ぜひ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 。全然大丈夫、ありがとう。あ、でもね、でも最近野菜食べてないからか。あ、でも今日ブロッコリー食べた。野菜って大事。でも今回のは違う、今回の青が口の中噛んだことによってできた口内炎。レモンの入った、え、絶対無理。だからもう醤油とか食べれないわ。醤油は食べないけど、醤油って食べるものか。だからなんかもうこっち、今ここにあるの、ここにあるから、こっち側に食べ物持ってくれなくて、もうこっち側で噛んでるから、こっちだけ顎が発達しそうで怖い。まあすぐ治るだろうけど、もういつもよりさ治らないのよね。担々麺とか絶対食べたらめっちゃ痛い。そう、本当にだから頑張って、こっちでもたまに噛むようにしてる。ここからファインで、何それ、何その、あ、ここからファインはしてます。ねえ、さ、新潟来て初めて知ったんだけどさ、ここからファインって新潟でさ、小玉とも言うんだね。なんかテラヒナはここからファインのことを小玉って言うんですよ。でも最初何言ってるか分かんなくて、そういうお話です。新潟だ、新潟だけ、何、青が知らなかっただけなのかな。なんか小玉って言うんです、小玉っていうの。やっぱ新潟だけか。でもなんか同じなんだけど、そう、小玉っていうの。そう、すごいよね、最初全然分かんなかった。豚肉食べたらいいの？ハブブの撤収。分かんない。
この新幹線じゃない、新幹線じゃない、やっぱ新潟だけなんだ。そうそうそう、親世代こだま、あーそう、あせ、あそうか、こだまがここ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 からファイに買ったから、それを新潟来て知ったこと。そう、今一番食べたいものは何ですか？青は、なんだろうな、今一番食べたいものなんだろう、ラーメン、柿の種、うどん、うなぎいいね、うなぎ好きよ。なんだろうな、あ、アイス食べたい。あとはでも今そんなお腹空いてないからな、あ、お寿司食べたい。お寿司食べてないから食べたい。アイスね、アイス、アイス禁止中、今炭水化物禁止は続けてるけど、前よりかはゆるくしてる。アイス禁止でもね、アイス美味しいよね。なんかさ、ピスタチオのアイスって美味しいよね。でさ、なんかさ、今さコンビニに行くとさ、あのさ、モーのさピスタチオ味が売っててさ、しかも期間限定って書いてあったの。あ、でも食べなかった。そう、本当になんでこういうタイミングにさ、いいなって、ピスタチオ大好きだから。期間限定って言葉に弱すぎる。でも勝った。期間限定ってずるいよ。しかも好きな食べ物だとなおさら。そう、お豆大好き、豆めっちゃ好きなんだよね。枝豆好きだし、あんこも好き。でもあんこは、あんこ、こしあんとつぶあんどっち派ですか？青はね、こしあん。そう、なんか普通に大豆、大豆、大豆の水煮とか味してないやつが普通に好きから、ママからなんか仕送り来る、たまに仕送り来るんですけど、だいたい大豆かひじき入ってる。大豆とひじき送ってくるさ、お母さんなかなかいないと思うけど、大豆とひじきが送られてきます。こんばんは。好き、きんぴら団子、わかんない。
笹団子は美味しい。笹団子美味しい。つぶあん食べれる。全然好きだけど、どっちかというとこしゃんが好き。大豆とひじきを子供に食べさせたい気もだからもうどうしようかと思って。ひじきだってなんかそのまま食べるわけにもいかないから、どうしようと思った時にひじきの煮物を作ろうと思って、ひじきの煮物を作れるようになった。だからちょっとはママのおかげ。青がひじきの煮物を作れるようになったのはママのおかげ。あとはお餅好きなの。もちもち系が好き。青なんかザクザクよりもちもちが好き。ひじきなくならないうちに次の。あ、しないしない、大丈夫大丈夫そう、お餅好きなの。油揚げ、あのひじきの煮物は油揚げいいよね。お餅好きなの。でも食べ過ぎよくないから、お正月は特に気をつけてる。お正月ってお餅食べなきゃお正月じゃないじゃないですか。そう、お雑煮が好きなの。でお正月は絶対食べる。しかもさ、お餅ってさなくならないじゃないですか。お餅ってあの全然なくならないじゃん。だからお正月の2日3日とかまで結構朝ごはんに出てくるイメージお餅。お餅なくならない。きなこ餅いくら食べる。きなこ餅、あ、増えてこ増えるわけじゃないんだけど、なんか減らないイメージ。なんかそう、でもね、学校ある日の学校ある日のお餅はおすすめ。腹持ちがいいから三軒四軒とかでも割とお腹ならない。パンはね、学校ある日のパンはねおすすめしないです。すぐお腹なっちゃうから。そう、お餅のいいところはそこそう、お餅美味しいよね。ザクザクとかよりもちもちが好き。さっきも言ったけど、大事なことなので2回言いました。もち米で炊き込みご飯作るとめちゃめちゃ美味しい。おこわ、あおちゃんのほっぺたどこまで伸びますか。これが限界。そんな伸びない。伸びてるのかな、平均がどれくらいか分かんないけど。でもほっぺいらないから、もうほっぺいらない。あげるお餅だよ。ザクザク好きだけど、あ、白玉も美味しい。白玉好き。マナもほっぺ、あ、マナも伸びるかも。あんま見たことないけど、ひょっひょっ、ほっぺ昔からあるんだよね。
がもうみんなにほっぺあげるから、みんなこれを食べて元気になって。白玉って冷凍食品、そうなんだ。ほっぺがいい。ほっぺね、でも高校卒業したらほっぺなくなってくるよってみんなに言われる。どういうことやねん。そう、シュッとした、シュッとしたって書き、シュッとしたと思う、嬉しいな。シュッとしたかな。でもまだまだ全然もちもち。はって、ありがとうございます。だるまありがとうございます。みんなにほっぺあげちゃう、あげちゃうからね。わお。丸すぎた、丸すぎたけど、丸すぎてたね。子供すぎたよね。なんで丸かったんだろう、あの時。めっちゃ食べてなかったのに。学校の給食とかかな。君大福、君大福は白い子に言うことですよ。めちゃめちゃ言われる。なんかでもみんなんか、うん、なんかでも入ってからシュッとしたねって、入ってからというか、今年いつぐらいだろう、いつぐらいだろう、中3のちょうど1年前くらいから頑張ってます、頑張ってました。でもたまに休憩してたけど。チョコ雪見大福だって。チョコありがとう。この後すぐ寝るのかな。うーん、青はじゃあ11時前には寝ます。だから一緒に寝ましょう、同じ時間に。早寝早寝早寝早起き、朝ごはん。大人になりますよ。でももう寝るだけ。明日、スケジュールを見て、でも明日何時に起きるかね、まだ決めてないから、何時に起きるか決めて目覚ましかけて寝ます。もう睡眠なかったら、睡眠本当に大事。最近すごいいい感じに充実してて楽しい。ありがたいですね。お話し会何かやるなら、今のところまだ何も決めてない。あれ、ちっちゃいもんの服はあるけど、今のところまだ決めてないです。しげ、ありがとうございます。古田葵です。フォローさせていただきます。ありがとうございます。いつも配信してるので見に来てください。あ、わかった。じゃあちょっとみんなで話しとくね。
でも多分一人の企画というかはやらないかな。なんかおしゃべり会やってみて結構なんか同じ感じにみんなと楽しく話せたから、普通なんだろう、めちゃめちゃ決めてる子多かった。決めた方がいい？なんか何やるとか。あ、そっか、クリスマスあんのか。あ、ちょっと待って、じゃあ明日ちょっとみんなで話そう、夜配信の時ちょっとなんか考えとくね。でもなんか全部の日にちにはこれをやるこれをやるとは決めないかなちょっと考えとく。いい感じ。そうだよね、結構範囲が長いからね。範囲が長いというか3月まであるもんね。ちょっと考えておきます。明日の夜にみんなと話すね。じゃあ、あ、明日の配信時間先言う。じゃあ明日の配信時間今言うね。そんでいい日とか。でも土日平日がないから、まあ、それも含めあ、もう時間がない。じゃあ明日の夜配信、あ、9時にします9時から配信します。あと夜ご飯だ。明日の夜ご飯はどうしようかな。明日の夜ご飯どうしようかな。え、やばいやばい、もう55分になっちゃう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれ、今日に限って思いつかない。何にしよう。あ、決めました。明日の夜ご飯はせっかいせっかい。あ、でも難しいかもしれないな。難しいかもしれないから、あ、決めた。軟骨の唐揚げ軟骨の唐揚げ、軟骨の唐揚げ大好き。軟骨の唐揚げ、軟骨限定じゃなくてもいいよ。唐揚げでもいいよ、何唐揚げでもいいよプロに頼ります。すごい言い方が、ありがとう、優しいあ、じゃあ唐揚げかっこできれば軟骨かっこ閉じで あ、スクショタイム、スクショタイム、やることがいっぱいだ。 iPhone ケースはい、明日は朝配信はお休みします。あ、ほっぺほっぺ青のほっぺたプレゼント、ちょっと今日テンション上げようと思ったんだけど上げられてたかなもらえます、ほっぺ、もう一つどうぞ。あ、本当にさ笑うとさ、こう丸くなるのよね。ここが立体的になるのよ。はい、じゃあ青のほっぺたクール便で送りますね楽しかった今日。クール便で送ります。
多分1週間以内には届くかな。どうぞ。ちゃんと鑑賞用ということで。はい。日にち指定、日にち指定も全然承っております。時間も全然、はい、着払いで、クレジットもやっておりますんで、だいたいそうか、クレジットだいたいそうか、代引き、はい、代引きも受け付けております。賞味期限はですね、まあ大まかに言うと、まあ10年は持ちますね。はい。ほっぺた。恥ずかしくなってきた。はい、長持ちで。でも基本割と、まあ長持ちはしますね、人のほっぺと比べると。私のほっぺとなっておりますんで、はい、そんな感じで、あと1分になっちゃった。保存方法はまあ30度以下の日の当たらないところで保存していただくと、もちもちほっぺが保つかなと思います。はい、ということで、ゲストとおしなぎありがとうございました。それではまた明日の夜に会いましょう。明日の夜はお話し会会議、ちょっとなんかまとめてくるね、頑張って。また明日、おやすみ、いい夢見てね。あ、ほっぺどうぞ。おやすみなさい。また明日ね。バイバーイ。ヒー。